皆さんこんにちは。ただいまから平成30年5月の定例記者会見にて発表させていただいた内容についてお知らせいたします。本市では今年度も5月1日から10月31日まで省エネ及び地球温暖化防止への対策としてクールビズを実施しております。この間6月1日から9月30日まではスーパークールビズを実施いたします。職員はポロシャツ等暑さをしのぎやすい服装となりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。さて、去る4月29日に平成30年春の叙勲褒章受章者が発表されました。叙勲褒章はさまざまな分野で国や公共に対し特別な功績を挙げられた方々に贈られる大変栄誉ある表彰です。今回は瑞宝中綬章の受章をはじめ、本市にお住まいの方、本市のお勤めされていた方合計8名の方が表彰されました。皆様のご功績に対し心より敬意を表しお祝い申し上げます。それでは内容に入らせていただきます。はじめに平成30年奈良市の市議会第2回定例会6月議会のお知らせです。今議会は5月30日水曜日から6月26日火曜日まで28日間の会期で開催されます。提出議案は新規条例が1件、一部改正条例が6件、人事案件が1件、契約案件が1件、財産案件が1件、専決処分の承認が1件の11件の議案を上程いたします。なお、この間の一般質問は6月7日木曜日と8日金曜日、11日月曜日から14日木曜日までの6日間で予定されております。市議会の映像はパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末により市ホームページにおきまして生放送および録画放送の両方がご覧いただけます。議会の日程および放送についての詳細は議会事務局までお問い合わせください。次に東奈良市のみもみ地域バスの愛称募集結果についてお知らせいたします。東奈良市のみもみ地域バスは公共交通空白地区不便地区を解消し移動の利便性を高めるために実証運行を経て平成28年4月より本格運行をしております。現在は奈良市の市が運行事業者に運行経費の2分の1を補助する中で運行が継続されておりますが、今後乗車人数が増えなければ継続が困難になることもあると運行事業者から報告されております。この度このような背景の中で地域の皆様により身近に感じていただき、より多くの方々に利用していただくために地域バスの愛称を本年3月1日から3月31日にかけて募集いたしました。小学生から大人までたくさんの応募をいただき、その結果愛称を奈良市道バスに決定いたしました。なお、この名称を考えていただいた方には記念品の進呈を行います。奈良市道バスが地域の皆様の足として定着し親しんでいただき、より多くの方々に利用されることを期待しております。詳細につきましては都市政策課までお問い合わせください。最後に新庁舎での議会開催1周年を記念した奈良市の市議会議場開放イベント議会シアターの開催についてお知らせいたします。奈良市の市議会は市民に一層身近でより開かれた議会を目指し、議長のリーダーシップの下でさまざまな活動に取り組まれております。そこで今回奈良市の市民祭り奈良市のキラッと2018が開催されます7月15日日曜日に、普段立ち入る機会が少ない市議会議場を開放して市立奈良市の高校吹奏楽部の演奏を収録した DVD奈良校ザ・マスターピースの上映会を実施いたします。7月15日日曜日午前11時30分、午後1時30分、午後4時の3回、いずれも上映時間は30分、定員は78名、議員席か傍聴席にて250インチの大画面で立体感のある高音質な映像をお届けいたします。庁舎1階南口入口にて整理券を配布いたします。ぜひこのイベントを通じて奈良市の市議会について一層の興味を持っていただくとともに、プレミアムな映像鑑賞を楽しんでいただきたいと思います。
詳細につきましては奈良市の自治会事務局議事課までお問い合わせください。以上です。